ちは。こんにちは。まあ、イップスの話からね、いろんなバッターと、まあ、開幕投手もやったしさ、いろんないい選手と戦ってきたじゃない、はい、でいろいろベンチでも見てたろうし、はい、でまあ幼い頃から野球が好きで、あ、まあ、85年がきっかけになって、きっかけですね、西武対阪神の日本シリーズが、はい、でいろんな選手をこう目に してきたでしょ、はい、その中でちょっとガンちゃんにベストナインを決めてもらいたいと。ああ、野球に携わってからの今までの生涯ベストナインですか。もうセパ関係なく、まあ、ピッチャーはすぐ出てきます。当てたろうか、はい、江川さん。ああ、違うんだ。お前江川さんに褒められてるからな。はい、僕はそこら辺の思い出江川さんの憧れの人です。憧れか。はい、でそこから時が経って平成のプロ野球になった時に、このピッチャーすごいなと思ったのはダルビッシュです。あ、ダルビッシュは強かったです。俺もそうやな、はい、江川さんはいいライバルっていうか、あ、まあ向こうはライバルとして思ってなかったかもしれないけど、いや絶対思ってますよ。いやだけどやっぱ俺はダルビッシュと対戦してないけど、ダルビッシュがやっぱ一番かなと思うよね、はい、あの器用さとか、あの田中将大の24連勝でしたっけ、うん、あれもすごいと思いましたけど、うん、やっぱすごさとここ一番のマウンドの支配力は、うん、僕ダルビッシュが一番やと思ってるんですよ。いや俺もそう思う。ああ、強かったんですよね。いや強い。連勝は絶対伸ばすし、で連敗でも虎の子の1点守りきります。そうだな、はい。でこれだけリリーフがどんどん出てくる野球の中でも、ダルビッシュはベンチが変えれなかったピッチャーです。まあ、そうだな。彼より強いピッチャーブルペンにいないんですよ。いない、はい、どんなに下手ってもいない、はい、強かったです。なあ、すごいじゃなくて強いピッチャーです。そうだな、はいはい、まあ、勝負強かったしな。勝負強かったでね、器用だったわ。あ、そうですね。でピッチャーとの しての資質、はい、すごいわ。やっぱ起点がなあ、はいはい、あのとっさの判断力とかも素早くて、うん、あ、もうこれ僕あの彼と1年一緒にプレーしたんですけど、あ、これか、世代交代ってこういうことかって本当に思いました。ほんで解説業して追いかけてる時に、あ、このピッチャー本当にすごいなと。なあ、同じ大阪出身で一緒のチームにいたことがちょっと嬉しくなったぐらいです。なあ、はい、いい男なんですよ。いや、いい男、いい男なんですよ。男気あるしな。はいはい、本当に。なるほどね、海の向こうでも100億円ピッチャーですからね。なんやかんやで、あの、はいはい、まあ、影響力あるしな、今な。ありますね、はい、ツイッターとかでもな。あの結構 SNS 好きなんですよね。いやいや好き好き、はい、やってるやってる。で久しぶりに僕彼から連絡来たのも、うん、SNS です。何、うん、て来た。あの、山本さんお元気ですか。で僕ちょっとびっくりして、まあ、本人とは分かってても本当に本人なのかい。まあまあそうだな、はい、言ったら、あ、ダルビッシュです、久しぶりです、どうのこうの、あの先日はありがとうございました、豊さんとの YouTube で僕ダルビッシュすごいって言ったじゃないですか、うん、それ見てくれて僕めっちゃ嬉しかったんです。だって俺のところには来ないいや俺お前歴代の、はい、プロ野球の歴代で球史に残るベストナインをやってんだね、はい、はいはい、俺ダルビッシュだったからピッチャー。あ、いやだから一緒だよ。ぜひね、連絡ちょうだいね。まあオフになるからな。呼びたいよな。あ、ですね。ダルビッシュな。いや、ビッグネームここ座ったらどうします？いや、ビッグネームだろうがなんだろうが、そこはちょっと先輩風も使えますか？いや違う。俺はね、ダルビッシュが日本ハムにいるときにこういうこと言ったの。世界一のピッチャーだよなって。でもいや僕はまだなってないと。向こうで挑戦してきます。かっこいいな。いや、かっこよかったんだよ。でもなってほしいな、早くな。はい、はい、うん、はい、キャッチャー。キャッチャーですか。いろんなキャッチャーの方出てきますけども、肩が強くてで、よく打って、やっぱりあのずっと時系列追いかけてきた古田敦也さん。僕ドラフト多分同じと思うんですよ。89年ドラフト、野茂さんとかとか、でその時にその前にドラフトかかるかからないでずっと、まあ、いわゆる蹴られてきた人じゃないですか、で満を持してヤクルトに入り、で ID 野球野村さん あの教えを得ながら、いやまさに日本一のキャッチャーになられたと思いますよ。
打つ方も、まあ首位打者も取ってるしね、はい、うん、はい、おですね、首位打者は俺と争った。あ、そうだったんですか。そうそうそう、俺3位になった時、結局、はいはい、古田、落合さん、俺だった。で、僕にとっての岩本勉を一番生かせてくれるキャッチャーで言いますと山下和彦さんです。ああ、なんか不思議ですよね。不思議、縁があって初勝利、近鉄だよね、はい、近鉄から移籍されてきて、んで大分県出身の方で、僕両親大分県だったんですよ。でなんかそんなんで話弾ん で家も近かったんで、どう東京ドームの行き帰りいつも一緒だったんですよ。でその時野球の話もいろんなことを教えてもらいながら、で初勝利、初完投、初完封、初セーブなどなど全部山下さんです。ああ、そう、縁があるといった意味では僕をこう引き立ててくれる山下さんの名前を出すんですけど、誰がベストナインのキャッチャーだっていうと僕古田さんの名前しか出てこないです。なるほどね、はい、はい、古田と、はい、ファースト、もう大丈夫ですか。野手に興味あった？いや、キャッチャーはそれはやっぱり自分が投げる側だから、はい、まあこの人かなっていうのは想像できるだろうけども、はい、ピッチャーってベストナインを選ぶときにどういう基準で選ぶの？はい、まあ例えば内野だったら、内野だったら守備力もそうですけど、ああ、まあファーストだったらバット、やっぱり打ってくれる、はい、ここ一番で期待通りの結果を出してくれる人、誰？清原さん。ああ、やっぱそうか、はい、あの、いろんなことありましたけど、やっぱり地元大阪で小学校の時には中学校の清原さんの噂で、中学校の時にはもう1年生から活躍している清原さん、桑田さんがいて、ずっと追いかけたんですよ、あの KK コンビのことを、はい、でその方がプロに入ってもいきなり30分超えのホームラン、そうだな、はい、無冠の帝王と言われながらでもチームでここ一番で欲しい時にホームラン打ったのは僕はあの人だと思ってるんですよ、まあ、そうだな、右方向に。いや、うん、あの4番で森監督が柔軟に育てたよね、はい、だから引っ張るだけじゃなくて、はい、やっぱ右方向に進塁打も打てるような4番にならなきゃいけないっていうようなことで、はいはい、やっぱ右方向も打つのうまかったし、まあ元来うまいんだけどね、右方向は、はい、まあ、確かに、ね、まあ、それは納得するわ、はいはいですね、うん、セカンド、セカンドってものすごい難しいですよね。難しい、はい、最近の僕のイメージで言うと高木豊さんなんですよ。いやいや、もう忖度抜きで、はい、なんかないかな、なんか思ってあの豊さんがなんかのアイコンに月2で、643で、はい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 、あのシーンがかっこよくて、太陽のユニフォームで、そうそうそう、はい、東京ドームでね、あ、はい、これあザ・セカンドかな、あ、思います。まあ、ちょっとね照れちゃうないや、お前なんか忖度あるでしょいやいやいや、本当にやっぱりあのかっこいい選手は上手い選手じゃないですか、まあ、動きがかっこいい選手は、まあまあ確かにね、はい、そのかっこよさがあの1枚の写真におそらくここに出てると思うんですけど、パ、うん、チッと詰まってました。あ、そう、髪の毛もふっさふさし、まあまあ確かにな、あの時は邪魔だったな髪が今帰ってきてくれってどこ行ったんやって、はい、まあセカンドいいの本当に俺で、はいはい、ちょっと一瞬考えたの。いえ、なんかエキスパートの名前出そうと思ったんですけど、うん、やっぱもうプロ野球ですからかっこよさで言うと。なるほどね。豊さんですね。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。サード。長嶋茂雄さんですね。そこ長嶋さん。いやいや、これがね。いや、僕いろんな。まあ例えばファーストの時に俺お長嶋茂雄さんって言うんだったら王さん持ってくるかなと思ったら、やっぱ違うんだね。まあやっぱ大阪の。幼い時から追いかけてたインパクトが印象が強かった。でサードはやっぱホットコーナーと言われるポジションで、いろんな選手見てきましたけど、うん、あの華麗さを上回るサードは僕まだ見てないんですよ。そうだな、壁でめちゃめちゃ強い打球をバーン止めてくれたのは片岡敦さんですよ。でかいしな。でかいし、あ、こうホットコーナーで本当にホットに胸でバーンって止めてくれたのは片岡さんでした、うん、はい、でも華麗さで言うと僕長嶋さんかなと思ってます。まあ長嶋さんの姿を追っかけた人はたくさんいるけどね、まあ例えば掛布さんだとかね、はいはい、守備とかね、はい、よくこう、うん、真似するじゃないですか、ね、あれって実は理にかなったスローイングがそう見えてるんですよね。スローイングってした時に小指上向くじゃないですか、そこでパッてやったら、うん、
こう見えるんですよね、昔のカクテル光線からすると。だから理にかなった動きかなの動きがあるという、もう教科書のようなプレイヤーだったという。なるほどね。新長島さんですね。はい、はい、ショート、もうこれはもう松井稼頭央なんですよ。おお、はい、もうこれまた強かったですね。年齢が僕より2個早かったし、早かったし、あの日米野球でカットマンに入っても あれは世界レベル見ても松井稼頭央しかできないなと思いました。そうだな、球が地面に当たりそうでホップしましたよね。めちゃくちゃ強かったから。かった。いや、ショートの深い位置でも、はい、目いっぱい投げたら、はい、どこ行くかわからないぐらいのスピードを持ってるし、はいはい、で、まあコントロールもそんなに良くなかったんだけど、はい、だあれでも加減してたっていうの、松井和夫は。いや、それは強かった。はい、それと僕らお互い2軍の時に彼ルーキーやぐらいかな。なんかキューバのチームとよく親善試合とかやってたんですよ。でそこでベンチ一緒になった時にこうカカカカカカッとグラブの土を落としているカズオの右腕見た時に本当にポパイを思い出しました。そうだな、怒りマークの、はい、こっからボコーン、ちょっと触らせてくれるか。いや、もう彫刻みたいな体してるからな、はい、でそれが全部野球に生きてましたよね。ちょっとね、これ俺いつも鉄板で聞くんだけど、はい、坂本は入らない。ああ、すいません、坂本はトータル的にすごいと思うんですけど、インパクトはやっぱ過剰ですね。ああ、インパクトは、はい、戦ってるしな。そうですねな、はい、右打者でも戦ってるし、左になりたても戦ってますんで、うん、初めアウトコースの強いストレート打てなかったんですよ。まあそうだな、はい、2年目ガッチンサードの頭打たれました。まあスイッチに成り立ての人って外弱いんで、外の高めが力負けするんですよね、うん、それとね、はい、練習させるのはねインサイドから練習させるからみたいですね。そうそうそう、はいはい、あの膝元の、そうそうそう、はい、でもアウトコースに強いの投げるともうまあ見事にファール、いいとこファールでカウント取れたんですよ、うん、で追い込んだら三振も取れたし、それサードの頭打たれた時にはあ完成したスイッチヒッターここにいると思って、そっから、ね、そっからインサイド投げるようになりました。カーブ膝元な、膝元にパワーカーブ投げてたんやね、わしは。はい、目が充血してるけど、あれもう興奮しすぎました。はい、外野手、外野手はレフトは縛りなく3人。あ、なるほど、はい、守備範囲などいろいろ考えたときに、バットも、いやだからベストないんですからバットも効かなきゃいけないですよね。もちろん僕センター、まずセンターで言わせてください、新庄剛志なんですよ僕は。彼の天然キャラクターでみんな宇宙人的な感覚あると思うんですけど、彼はザ・プロですよ。で、なんやかんやで日米で1500本以上ヒット打ってますし、右打者で、でホームランもほんでここ一番の決め打ち、ストライク2からでも決め打ちでサヨナラホームラン打ったりするんですよね。もうあの野球感と守備範囲、そして肩、肩強かったな、ピカイチでしたね。そう、はい、ほんでね、なぜ彼を推したいかというと、彼あんまり練習しないイメージあるじゃないですか。僕はある時早朝にキャンプの時にまずウエイトトレーニング入ったんですよ。ちょっと体ウォームアップしようと思って、でこう一通りやってて、あれ人影パッて見たら端っこでダンベル持った新庄君が汗をかきながらうーって片足で屈伸してるんですよ、ハーフ屈伸。どうしたん、俺実はここちょっと肉離れしたことあって、このチェック必ずやらなきゃいけないんだよって、あっせったくたくで、ああそうなんや、もうそれ以上話しかけられなくて、一時するとパンってダンベル置いて、じゃあガンちゃんお先シャーって、何事もなかったように球場ピャーって出てきます。これどっちが上なの、同級生。あ、同級生か、はいはい、まあ、新庄ね、新庄でしたね、うん、はい、イチロー、もうここは入るな絶対入る、絶対よく打たれたな。最後に言おうかと思ったんですけど、やっぱりイチローですね、うん、そこにいるかっていうぐらい守備範囲もあったんですけど、打ちましたよ、打たれたな。日本で一番ヒット提供してるの僕です。そうだな、36本です、ヒット株主ですと被るしな。アメリカのジョン・ラッキーに37本目打たれてるんですけど、その時ジョン・ラッキー本当に悔しかったです僕。まあ名前が残らないから。そうなんですよ。でもまあ日本ということでは残る。日本では一番僕イチロー選手に。まあそれだけ勝負いったっていうことだな。そう言ってもらえますか。まあ、彼がバリバリでオリックスで2番打ってる時に相当戦ったんですけど、僕そのイチローに一番ヒット打たれて4割近く打たれてるんですが、
僕オリックスに10連勝してるんですよ。はあ、だから一人引いてても打線がつながらないと5勝利ってないのかなと改めて思うのがその数字です。まあそりゃそうだよな、一、はい、人のスーパースターではなかなか勝利というのは呼び込めないよね。はい、うん、はい、さああと一人、はい、すいません、ちょっとこれ宇宙人なんですけどね、糸井。お、糸井が札幌ドームの今日本で一番広いと言われてるあの外野をすごかったですね。はい、打球判断とポジショニングとか勘で言うと稲葉の名前とかも出てきます。僕やっぱり日本ハム追いかけてたんでそういう名前が出てくるんですね。で甲子園を走りまくってた北村さんとか吉武さんとかもいるんですけど、糸井の宇宙人ぶりは驚かされることばかりでした。バックホームも、いや肩はめちゃくちゃ強かったよもう鉄砲がだって言われるのはい、このことだよな、はい、もう先ほどね松井稼頭央のカーって言いましたけど、あれ外野から一人で助走つけて同じような球投げてました。そうだな、はい、あれは強かった。まあ打つのもね、打つのも、はい、最初日本ハムでデビューした時は全然あったけどな、はい、徐々に成長していったっていうのがね、はい、まあ、そういうのがあるけど、はい、まあ今やっぱり僕は解説業もしながらキンキンにあるこう印象の選手を優先して出しましたけど、ああじゃあこの選手はこの選手はってうわー、まあ、そら悩むよ、お前もうこれやるんやったら名前いっぱい出して、はい、もう天秤にかけながら、それでも決まらない、決まらないですね。まあその中でやっぱ好き嫌いとか、はい、まあ本当にインパクトがあった選手、はい、まあ、それを選んだよね、はいはい、いや勝てるバランスで言うと勝てるバランスで言うとサードに広瀬さんがいて、でファーストに片岡さんがいて、両方からいいタイミングのアドバイスがありとか、そういうのも入れるとまたメンバー変わってきます。まあそりゃそうだな。はい、はい、ガンちゃんのベストナインでした。